一回飯はちょっと入れてもいい時間にはなってんだよね。あそこは170円だ。あ、結構差あるね。まっすぐ行こう。食堂みたいなところがあるみたいですけど、時間も変わらなさそうだし。そこは道の駅あったんだ。よしよし。花食聞いたことがないところだけど、177円、安いな、安いね。ガソリンスタンドなんだね。あーはーはー、いいね。やたら早くて、見にくい感じ。LED といい。これはなかなか匂いね。10円引きの価格にしようかな。あ、しまった、こっちに入ってたら。スキヤが、過ぎてく、まあ別にスキヤがいいや。スーパードームってこっちにもあるんだ。そう、意外とホームランも石川にあったりするらしいですからね。ワルシアも10年明かり。あ、大阪屋か。そう、相手に進出してきた大阪屋はそこか。こっちが自慢なんですよね。仲間的になんか大阪の方な感じかと思ったら、自慢は北陸だっていう。最近北陸のスーパーが結構来てるんですね。つらかった。油田駅うち本センター武蔵宮丸むいなみ。ああ、カカーツ、これコックさんもにやってねえだ。ココツのモーニングってちょっとリッチな感じになっちゃいますからね。まだ向きいけるでしょう。いけるだろう。ちょっと雨が当たってきたのが不安材料だけど、なんかそんな大振りにはないならなさそうですね。天気全体的に明るいですし、いや、ほんと平野山偉大ですね。金沢高校かでか。あ、まあそっか、北陸だから金沢カレーね。そうだね、焼いてみたら。お、で、高岡市入った方が、ほら、ちゃんと高岡市入りますよ。たわけがやたら高速道路に乗せようとしとったけど、ちゃんと高岡入りましたよ。
およそ600メートル先、工業上右方向です。曲がった方がいいのかな。曲がってもいいかな。どこで右方向です。はぁ、本当にちょっとマニアックすぎやさい。大丈夫、本当に。本当に1キロメートルの道なりです。本当に、あ、これさっき乗ってた、上花線か、上花線のところですね。光明寺踏切、すごい。IC パーク高岡なんてのがあったので、あそこから市街地の方行けんだ。まさか北陸道って言わねえだろうな、こいつ。大丈夫だろうな。ちょっと怖いんだよな、こいつ。こいつ右って言ったら俺もう切るよ。まっすぐ7まで輸送。ありゃー、開いろ。まっすぐなの。およそ300メートル先、左方向です。でも左だね。いいよ。左ならいいよ。これ？あいや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 、これはまた、やってんね。グーグルさんまたやってね。